まあ、ざっとこういう感じで、今回のコンセプトのやつは仕上がりました。しかも2時間で。嬉しいですね。あと、もう一個せっかくなんで、浜田さんの家具持ってきてもらったんで、それ使って、ちょっと一回、和室で。全然違いますね。一気にかっこいいですね。別にわざわざ、サーバーザハウスみたいな家じゃなくて、奥さんに怒られる。はい。こういうステップが。確かに。できると。いざとなったら畳めばいい。いざとなったら。はい。前面のプレートは真鍮で。はい。へぇ。昔からちょっとお付き合いしてる、鎌倉の浜田さんの、今回ちょっと家具も導入してみようということで、茅ヶ崎ハウスにもシーリングファンとか照明とかいっぱい使ってるのが浜田さんの商品でございます。で、今回組み立てられるデスクとか、あと、時計とかデスクランプとかロッカーとか、今回浜田さんの商品でちょっとテレワークのスペースをちょっと作ってみようかということで、ちょっと持ってきてもらって、今これちょっと組み立ててるのがちょっとこうミニタリっぽい、かっこいい、簡単な組み立てられる、これデスクっすね。はい、デスクです。これは誰でも組み立てられる。誰でも組み立てられます。一人で時間どれぐらいですか？そうですね、15分ぐらいあればいけると思います。15分ね、はい。これのいいのはあれですよね、だから必要なくなったらまた折りたためられるっていうのは。そうですね、いいですよね、はい。だから今テレワークでこれを一時的に設置して、またコロナが収まったらこれをまたどっかに持っていったり収納したり、そういうこともできるし、これなんかキャンプにも持っていけそうですよね、極端な。そうですね、はい。ほら、棚もこんな感じで。へぇー、こういう MDF っていう素材ですね。ベースは紙でできてる。あ、これあれっすよね、天板になるけどケースにもなるってやつ、ね、ケース、これがケースね。よくできてるってこと。かっこいいっすね。ケースなんだけど、ケースなんだけどこれが天板にもなるっていう。賢い。素晴らしい。本当だ。こうやって入れて。すごいですよね。すごいです。欲しいです。こちらが天板。こうするともうデスクの出来上がり。これは女性でも組み立てができる。はい、いきます。はい、いきます。力はそんなにいらないので、まあちょっとコーナーのプラスチックの部分とか押すときに少し力がいるくらいですけど。かっこいいですね。かっこいい。これミートリンポクチュール。そもそもセンスいいんですよ。超いい。軽いしね。ほら。本当だ。一人でこうやって持ち上げられる。今の本当時期ぴったりですね。一時的に机が必要とか。そう。まあ、もし必要なくなったらメルカリでって。しまっといたらもったいないですね。でも、まあ、確かに、はい、今ほらキャンプも流行ってる。そうですね。キャンプグッズってことで売ってるんで。これ売れてるんですか？動きはそこそこあります。はい。あ、浜田さんの営業の藤田君。あ、すいません、藤田です。また社長の牛尾さんです。あ、牛尾です。こんにちは。本日はありがとうございます。やっぱおしゃれですね、営業の方もおしゃれな作業を。2人ともサーファーで。なるほど。いつもお世話になってるお二人です。こちらもお世話になってます。ショールームも素敵なんで、今度取材に行ってみましょう。取材ぜひ行かせてください。ケンロック、サーファーの友達ばっかりですね。サーファーしかいないです。こっち繋がってる。なるほど。もう、かっこいい、いきなり。ちょっと2パターン、ちょっとレイアウトを簡単に作ってみようかと。まあこれ簡単にこう組み立てられる、まあ家具なんで、とりあえず L 型にこうコーナーを、こう自分のこう秘密基地じゃないけど、そういうコーナーを作ってみたで。
まあ、こう座って、まあ、対面的にこう仕事ができるパターン。でここにまあキャビネットやったり、ここに書類とかやったり、ここにもまあ書類を置けるんですけど、でここにデスクランプがあって、ここで仕事しながら電話、ロッカーで、あとハンガーもあってっていう、まあ一つのセットですね。全然違いますね。一気にかっこいいですね。いい感じ。はい。で、もしこういうスペースが取れない場合は、直線上に、壁の直線上にレイアウトを変えてみるっていうこともできるんで、ちょっとそのレイアウトもちょっとやってみましょうか。はい。あっという間に、まあ、あっという間ですね。あっという間にもう出来上がり。ああいうこう広いスペースが使えないよっていう人は、まあ、こういう感じで直線上に並べてオフィススペース作っちゃおうという感じですね。ちょっとミニタリーっぽくてかっこいいですよね。かっこいいっす。うん。サイドポケットもあるし、はい、こっち側にもポケットがあるんですよ。なんか和室に馴染みますよね。馴染んじゃう。はい。かっこいい。まあ、それがいいっすよね。はい。まあ、ね、実家も含め、こう、和室に住んでても、こういう風な空間ができるよっていうイメージ持ってもらえれば、別に、ね、わざわざ、サーバーザハウスみたいな家じゃなくても、まあ、こういう家でも、こういう風にかっこいいスペースが、実はできちゃうんだよっていう、かっこいいっす。例になってくればいいかな。まあ、これぐらいのスペースだったら、どこの家でも多少ちょっと取れるんじゃないかっていうのと、まあ、あんまりこう、奥さんに怒られずに、はい。こういうスペースが。確かに。できるという。いざとなったら畳めばいい。いざとなったら。はい。引っ越せば。そうですね。はい。もしくはメルカリで売っちゃうか。素晴らしいですね。こともできちゃう。こんなのがあるんですね。はい。まあ、ぜひこの家具も紹介したかったんで。はい。はい。皆さんよろしかったら、はい。あの、カリフォルニアコンテンツ。カリフォルニアコンテンツ。浜田さんに。浜田さん。はい。へぇ、すごい。かっこいいな。ちょっと寄りで。はい、寄りで撮らせてください。はい。で、この電話も、本当に使える電話で。はい。あ、本当に。藤田君にちょっと紹介してもらいましょう。こんにちは。こんにちは。ちょっとこの家具のご案内をさせていただきたいと思います。まずこの、まあ、アルミ製のこのポールハンガーですね。これ簡単にこう脱着できる感じ？はい、六角で回してスポンで、あの3、1、2、3、4パーツです。はい、六角ついてます。あ、六角ね。六角です。はい、回してね。はい、これアルミだから軽い。アルミです。はい、スクリーンもしっかりするし。はい、何よ、かっこいいっすね。足元もかっこいいっすね。ヴィンテージの、アメリカのヴィンテージチェアの彷彿とさせる塗装感です。あ、ネイビーチェアみたいな。夫婦喧嘩を置いてやめた方がいいですね。奥さんにもやられてる。やられますね、確実に。まあ、皆さん仲がいいと思う。そうですね。ぜひ使ってください。これはかっこいい。はい、これは何でしょう。これはもう本当に実際に使える電話機です。モーテルコンっていう商品で。これはデジタルとかそういう。ですね、IP 電話には対応していて、うん、あの、黒電話の方、なんていうんですか。うん、の回線はちょっと対応してないです、これ。あ、だから今の、はい、ただの普通の電話につなげれば普通に会話ができるってことですね。はい、いきます。なるほどね。はい、このロッカーは、ロッカーは、これは全部で扉が3種類の、カラーが2種類。うん、今回持ってきてるのはアイボリーのこのメッシュタイプですけど。鍵付きだ。鍵付きです。うん、今ちょっと鍵を出てきちゃいました。なるほど。で、棚板が2枚入ってます。これは可動、高さ変えられる。変えられます。取り外しもできる。できます。このデスク、そのキャビネットは、あの、まあ、シリーズタイプとして、まあ、これは本当にこのカバンに全部しまい込めるような、このノックダウンタイプです。うん、これもこれぐらいの大きさになるんだ。はい、なります。で、これ持ち歩けると。はい、よろしくお願いします。これにも収まっちゃう大きさになるんだ。ええー。
ちょっと横全部棚とかね、全部、はい、これは立てるとこうなります。うん、いいっすね。もうキャンプにも、はい、ガレージにガレージにいいっすね。なるほど、はい。でもちろんこのデスクもこのここのカバーに全部入り込みます。これはもうちょっとクラシックにちょっとロータリースイッチになっていて、ロータリースイッチって言うんですね。はい。でこの可動部分もここのここの中間の部分と下の部分も動きます。本当だ、質感がいいよね、この重厚な感じもこれ、はい。うん、ちょっとハンツやシルバーのちょっとヴィンテージ感出してる感じです、ね、かっこいいです。あとこのケーブルも編み編みでね、はい、ちょっとクラシックな感じで、はい、あとバネと、はい、いい感じじゃないですか。これはこれはピボットクロックですね。もうパタパタクロックです。超かっこいいこれ。昔よくあったね、はい。これ音うるさくないですか、カチッカチッとかパタッパタッとかって。あのめくれる時だけファサっては言いますけど、ファサ取りたいですね、ちょっと。これ電池入れてるね。入れました。ああ。おお。ちょっとファって静か。静か。あとこの可愛いやつは、はい、これはもう USB ファンですね。これはUSB ファン、本当に口が USB になっていて、USB 挿したらここのオンオフスイッチだけなんですけど、こうブーンって回る感じです。いいよ。特徴としては、ね、この世の中プラスチックが多いんですけど、うちはアイアンで、はい、なるほど、とこです。めっちゃかっこいいなこのスペースね、はい。あっ、これ忘れてた。これはこれはあのほまあ、側は放浪の時計になっていて、まあ、一番推しなのはメイドイン稲村ヶ崎っていう感じです。メイドイン鎌倉ですね。組み立ては鎌倉でやってるので。素晴らしい。ブラックとアイボリーがあります。中でも藤田君の一押しはどれでしょう。僕の一押しですか。僕の一押しは、はい、うん、そうですね、ロッカー。おう、はい、これその心はこれ蓋外してスタッキングできていくんですよ。あ、なるほどね、はい。どうやって固定するの。あの固定というか、うん、この天板のカサッと入るんだ。あ、そうです、ズボって刺さる感じです、この。あ、柱が柱に入っていくんだ。はい、そうです。あ、じゃあ強いね、はい。何段までいけるの。まあ近くに、まあ最大、まあ一番安全なのは2段ぐらいかなって感じですけど。なるほどね、はい、そこは結構この商品の強みかなっていうところです。うん、これがいくらだったっけ。これ2万円です。2万円ね、はい。これがいくら。2万8000円です。ああ、なるほど。そのスリムキャビネットも2万8000円です。ああ、なるほど、はい。絶対セットで欲しいですよね、なんか、ね、はい。全然10万円しないんだよねこれ。さっき計算したら12万円ぐらい、12万円ぐらいです。時計とか、ああ、細かいのもいい、細かいのもいい、細かいのもいい、はい。大まかなだったらもう本当にそんなに10万とかしないですね。じゃあ今回パックで10万円セットで10万円セットで割引をちょっとね、今から30分になる、はい、ケンロック TV を見たで今から、はい、こちらにっつって電話口の今ならさらにこれが一応これを欲しい方はぜひお問い合わせ、カリフォルニアコム店までお問い合わせください。はい、あと浜田さんのホームページにも紹介してると思うので、はい、見てください。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、はい、浜田さんからちょっと何かこの今回の企画でちょっとご提供してもらえないかなということで。なるほど。ちょっと予算オーバーしちゃいましたもんね。この全部セットを置いてっていただけるそうです。はい、あ、なるほど。社長、OK ですか。それだけ勘弁してください。はい。じゃあ、この時計はいいっすよね。はい。その時計は。時計。いいんですか、メイドイン鎌倉。はい。あの、向こうのスペースにバッチリハマったんでね。はい。ありがとうございます。すごいな。カリフォルニアコムデパワー。これも、はい。こちらのロッカーも。ロッカーも。ちょっとプラスは。ちょっとプラスね、浜田さん。なかなかね。へぇー。これ。
藤田さん一番お気に入りですよね、これ。はい、いいんですか？一押しの。一押しの。社長がね。社長。OK 出してくれた。社長 OK。はい。いいんですか、社長。今回届けずに。届けずに。太っ腹。さすがですね。これ YouTube 恒例になっちゃうかもしれないですけどね。社長に毎回狙ってしまうみたいな。ありがとうございます。ハムサ登場みたい。はい。ハムサさんのいっぱい紹介書いておきますから。はい。ぜひお願いします。はい。ありがとうございます。こういうのあるんですね、本当に実際。ありますね。よくテレビとかで見ますけど。はい。あるんだな。いっぱい売れちゃうかもしれない。はい、そうですね。はい。はい。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。本当相談とかなく入るですね、そういうの。プレゼントとか。まあこういうのノリなんですノリなんですね。ノリなんです。さすがサーファー、はい。皆さんサーファーですもんね。はい。ケンロック TV 面白いっすわ。ドキュメンタリーですね。リアリティというか。はい、皆さんいい人なんで。本当ですね。はい。